登山をしながらほぼ徒歩で日本を縦断する日本縦走。前回は函館から洞爺湖に移動し中島に上陸、悪天候のため羊蹄山を諦め札幌の藻岩山に登りました。今回は北海道のど真ん中、大雪山系の朝日岳トムラウシ山をテント泊で縦走します。お、あのオレンジの屋根が有名な時計台ですね。よくがっかり名所と言われるのは周りのビルに埋もれてしまっているからでしょうか。個人的には歴史的建造物の背が低いのは当たり前のことで、こんな大都市の中で綺麗に保存されていること自体が尊いと思いました。12時49分、札幌駅旭川までは電車で移動します。これに対して何をコメントすればいいのかよくわかりません。じゃあなぜ撮ったのか、これがわからない。雨も風もなければ、至って平和なものです。それでは今後の計画ですが、今いるのがここ。明日は旭岳温泉まで、距離26キロ、標高差1000メートル。明後日は旭岳に登って、白雲岳避難小屋で停泊、コースタイム9時間弱。し明後日は中別岳に登って、久子沼で停泊、コースタイム7時間半。その次はトムラウシに登って温泉に下山、コースタイム9時間強です。旭岳温泉から先は、ロープウェイを使わない点を除けば、朝日トムラウシの黄金ルートで、有名な大量遭難事故があったのもこのルートでした。ちょっと緊張しますね。天気が荒れないことを祈りながら就寝です。おはようございます。フライシートだけ強してる。あ、向かって右側は大したことないのに、左側は濡れが著しく、ちょっと垂れてました。そういえば設営の際、こちら側のフライを外から引っ張るの忘れてましたね。フライト本体を離さないとこうなるということがよくわかりました。というわけで旭岳温泉に向かって歩いていきます。あ、あれはエゾリスだ。一心不乱に何か食べてる。かわいいよ。というか iPhone14 の望遠レンズがすごい。双眼鏡として大変重宝してます。途中七色の噴水というスポットに立ち寄ってみました。こちらは動力を使わず水源からの位置エネルギーで吹き上げているそうです。お、中央あたりに小さな虹が見えますね。お分かりいただけるだろうか。位置エネルギーと虹、理科の実地勉強に良さそう。まあアクセスが良いとはとても言えませんけどね。こちらはガマウア。木に隠れてちょっと分かりにくいですが、ナルトのガマウヤビンに見えなくもない気がします。そして視線を進行方向に振ると、うおお、見えました。旭岳、明日あれに登るのか興奮してきたな。車道を登っていくと、どんどん山が近づいてきて、やがて温泉街に到達。立派なホテルがゆったりと距離を空けて立ち並んでいます。こんな領主の館みたいなホテルに泊まるのはどんなブルジョワだと思ったら自分でした。旭岳温泉レアモンテ、今回の旅で最大の贅沢です。
13時前、まだチェックインには早いだろうと、その辺に荷物を置いて、ロープウェイの売店で明日から2泊分の食料を購入。ホテルが夕食のみのプランなので、朝のパンも買いました。こちらも今日のお昼、牛タンメンチカツとカレーパンです。揚げ物には炭酸が合うと古事記にも書いてあります。14時前、まだちょっと早いかなと思ったんですけど、心よくチェックインさせてくれました。お部屋はこんな感じ。売れっ子の漫画家とか芸能人が住んでそう。バスルームとは別にミニキッチンがついています。ソファーのあの足場は何という名称なのでしょうか。テレビルッカ、引き出しに入ってた館内着、手持ちの戦士服より着心地が良かったです。ベッドは2階で、ここにもでかいテレビがありました。今朝濡れたテントをバスルームに干して、もう出番がないであろう向きを廃棄します。本州ではお世話になりました。おはようございます。5時8分、行動開始。こうして見ると異様な荷物ですね。夜逃げでもしているのか。防寒のため荷物が増えており、この時が半年で一番重かったかもしれません。ロープウェイを使わないことで校庭の標高差がプラス500、ただこれを加えても累積標高差は1500程度であり、怖いのは体力面よりヒグマとの遭遇です。見通しが悪く、ばったり鉢合わせするのが一番危険。早く樹林帯を抜けたいところですが、焦って飛ばすと後が辛いので、クマさん不在を祈りながら通常ペースで行きます。天女ヶ原と呼ばれる平坦地には木道が敷かれていました。一部がたついてますね。まあよくあることです。6時になりました。今頃ロープウェイの始発が動き出したはず。この位置からは見えないようです。手を振ったりしたかった。天女ヶ原を過ぎて急登を登り切ると、ロープウェイの上の駅から続いている道との合流地点に到達。クマさんが怖いエリアは抜けました。進路は右手の噴煙がもこもこ出ている方なんですが、トイレと売店のためロープウェイの駅に立ち寄ります。行ってみたら乗客の皆さん厚着で、半袖の自分めっちゃ浮いてました。日が差していないので実際割と寒いです。寒暖計は12度を指していました。主要な食料は昨日確保してあり、ここで買うのは水と少々のおやつです。出発時は1リットルの水道水を汲んできていました。煮沸不要の安全な水が手に入るのはここが最後となります。7時12分、石室と姿見の池に到達。荷物を置いて池を見に行きます。おお、奥の噴煙がすごい。煙のマチンがおめかしに使っているのかもしれません。それでは朝日岳の山頂に向かいましょう。駅から標高差600ぐらいです。この頃はほとんど雲に覆われていましたが、やがて青空が顔を覗かせ始めました。振り返ると立ち上る噴煙と姿見の池、奥に見える湖は七色の噴水があった中別湖ですね。あの建物群が朝日岳温泉。今更ですが、夕食はお寿司付きのグレートなバイキングでした。この辺りに熊が出る可能性は限りなく低いとみて、あんまりならないように持ち替えました。大音量タイプなので人が多いところでは配慮します。朝日岳名物金庫岩が見えてきました。あの左の高いところが山頂です。頑張りの目安になりますね。その金庫岩まで上がってきました。四角くてマジで金庫みたいですね。爆弾で割ったらルピーがいっぱい出てきそう。9時42分、登頂しました。青空気持ちいい。ここが北海道の最高地点です。いつもソロで登っていて、今後も基本のソロでやっていくつもりですが、この時登頂を祝して握手しているおじさん2人組を見て、なんかそういうのすごくいいなって思いました。大人が仕事以外で握手する場面ってなかなか見ないですよね。それではここからさらに東へ進んでいきます。まず暗部へ降りるのですが、傾斜が急な上に足元がザラザラ。時間はあるので慎重に行きましょう。降り切ったら今度は上り、紅葉としていて地球じゃないみたいですね。間宮岳の分岐を右折。このあと松田岳、北海岳と白雲岳の暗部を越えていきますが、重層のアップダウンとしてはなだらかな部類に入ると思います。旅の序盤で登った阿蘇山と比べると、紅葉とした感じは似ているけれど、地面の形は対照的だなと思いました。右手を向くと明日歩くフィールドが見えます。あちらは火山ガスの影響が少ないせいか緑に覆われていますね。多分戸村牛山は雲の向こうでまだ見えません。11時54分、北海岳の分岐を右折。あの白雲岳の向こうが本日のお宿です。
白雲岳避難小屋が見えてきました。もうテントが何丁か張ってありますね。お早い。小屋の近く、ひしゃくがぶら下がっているということは、これがミツバか。オッケー、把握しました。13時34分、到着。テント場の受付をしたら、記念品の手ぬぐいをもらいました。今夜は一雨来そうなので、濡れにくいところがおすすめとのこと。地面の白いところが浸水しにくいそうです。ホイ完了。早ければ今ぐらいの時間から降ってもおかしくない予報でしたが、到着まで持ってくれてよかったです。というか、夜中も結局降りませんでした。いい方に外れてくれるとお得感がありますね。ダメ元で告ったら OK みたいな感じです。時間があるときはすかさず編集作業、ほんの少しずつでも進めておくと後が楽です。夕食は旭川大吉ラーメン。昭和58年創業、同行主と同学年でした。へい、お待ち。焦がし醤油の風味が良くて美味しかったです。日が暮れるとさすがに寒くなってきました。明日の朝どのぐらい冷え込むでしょうか。朝4時38分、おはようございます。うおー、寒い。いや、そうでもないな。薄いウィンブレ1枚でしのげるぐらいの感じです。テントを畳み、小屋のトイレを借りに来たら今閉まりすが。ああ、かわいい。実際はかなり離れていますが、 iPhone14 のおかげでこんな近くに。お手手が可愛すぎて意識飛びそう。小動物をガン見して幸せな気持ちで出発したら、すぐに大きな動物とも遭遇してしまいました。ヒグマさん、はじめまして。人間です。親子でお食事中でしたか。こいつは失礼しました。あわあわと小屋に戻り、周辺の人に知らせて待機。朝日連邦で月のマグマと会った時は一人きりでしたが、こうして近くに人が何人もいると頼もしいですね。後で聞いたところによると、多分あの親子はこの夏この辺りで頻繁に目撃された親子だろうとのことでした。あと5分経ったら行動再開してみます。ぼちぼち行ってみますねと言って歩き出すと、同じ方向に行こうとしていた2人かける2組が一緒に来てくれました。5人一塊になって見晴らしの悪いところを無事突破です。さらにありがたかったのは、このままずっと一緒に行きましょうみたいな話の流れにならなかったこと。ソロを尊重しつつ、追い越したり追い越されたりした時はお疲れ様ですと挨拶してくれて、すごくちょうどいい距離感でした。皆さん、その説は本当にありがとうございました。さて、道はあの切れ落ちているところの縁をたどるように伸びています。うっすらアップダウンもあるものの、基本的にはなだらか。平坦な区間の長さからこの山域のスケールを感じます。中別湖が見えてきました。あの左の道をゆるゆると右上に登っていき、崖の縁の奥の方が中別岳の山頂です。湖のほとりからあの山を見上げた景色がすごかった。湖面に映ってめちゃくちゃかっこいい。山頂を切っ先とした剣のように見えます。天地を切り裂いている。いいものを見たなぁとうなりつつ、そのまま南へ。今日登る名勝月ピークはあと五色岳の一座のみ。曇ってきたのでカウンだけは巻いちゃいました。この日の累積標高差はわずか664メートルでした。9時間歩いてそれしか登らない重走路ってなかなかないと思います。この平らかさ、神々の遊ぶ庭と呼ぶにふさわしいですね。正面の稜線が五色岳、あれに乗ったら右です。特に用はありませんが、手前に見えるのは中別岳避難小屋。三角屋根が可愛いですね。10時57分、五色岳にて小休止。昨日汲んだ水を煮沸してほうじ茶を入れます。五色岳から西、カウン岳方面には長々と木道が敷かれていました。高山植物の盛りにはさぞ見事でしょうね。本日のキャンプ地、久子沼が見えてきました。小屋とすでに張られているオレンジのテントの間がテント場だと思います。沼まで降りてきました。小屋は左なのですが、右に行った先に水を汲んできます。あの設計の溶けているところが水場となるようです。この沼の水も一見綺麗で、煮沸すれば飲めそうに見えますが、なんか泡立っているのを見るとやはりやめといた方がいいんでしょうね。13時46分、久子沼避難小屋に到着しました。小さい方の建物はトイレでした。今日も時間は売るほどあるので、乾かしてからテントを張ります。夕食は今夜も旭川ラーメン。現地はそそくさと通過してきてしまいましたが、袋麺で名店の味を疑似体験です。めっちゃうまいやん。スープはコクがあって麺はツルツルでした。
4時33分、バッキング完了。今日も累積標高差は800未満なのですが、コースタイムは入山からの3日間で最長の9時間15分。さらに、天気が下り坂の予報で、後半に多焦点があります。増水すると多焦が難しくなるかもしれないので、サクサク行きましょう。昨日汲んだ設計の水は、完全に勢いを失っています。気温が下がるとこんなに違うんですね。さあ、ここからは設計登り。ではなく、ルートは右側についていました。結構大きな岩をゴロゴロと登っていく形です。雪に埋まっていた方が登りやすい説あるかもしれません。ガレバを登り切って暗部に到達。左手の台地に乗ったらしばらくは平坦気味です。今のところ青空も見えて幻想的でいい感じなのですが、唾液中の水分量が多そうな雰囲気。ああ、やはりあっという間にガスってしまいました。幅広の地形でガスに巻かれると迷いやすいんですよね。この辺りはロープや木道がありますが、だんだんとまたゴツゴツしてきました。地面がやがて見えなくなり、岩のペンキが頼りとなります。ガスがそこまで濃くないのと、GPS もあるので恐怖はありませんが、ルートは分かりやすいか分かりにくいかで言えば、分かりにくいですね。たまに動く石もあったりしました。ちなみに2009年7月の太陽遭難事故では、この辺りからパーティーがばらけ始めたそうです。こういう場所ではスピードに差が出やすいし、平坦地に出たら今度は風が凄まじく、まとまって行動するのはかなり困難だったでしょうね。おわ、戸村牛山と北沼の近くまで来たら突然の晴れ間、まるで山が登ってこいと言っているようです。無料、登らせていただきます。直登ではなく、やや右巻きに高度を上げていく形となっていました。山頂の少し手前、風をしのげるところで小休止。例の事故は、吹きさらしで長時間立ち止まったのが低体温症の一因と言われています。過去が教えてくれた知識を自分の登山に生かしていきたいですね。7時57分、登頂しました。ご覧の通り、山頂ではまたガスに囲まれてしまったのですが、降りていって戸村牛公園と呼ばれる窪地を過ぎたあたりで振り返ると、9時17分、前戸平。相変わらず雲は多いですが、最終的に雨は降ることなく、土焦点も拍子抜けするほど簡単に渡れてしまいました。まあでもそれはたまたまであり、悪天候を恐れる気持ちは大事だと思います。さて、沢沿いから一登りしたら、あとは割と緩やかな下り。その途中、野生では初めましての動物とまた出会いました。テンです。すごい、めっちゃこっち見てくる。鳴き声が意外に汚いのが逆に可愛いなと思いました。もうすぐゴールというところで、ハイドレーションのチューブを発見。多分前を歩く2人のだと思うので、届けてあげましょう。13時46分、下山しました。動物や人、いろんな出会いがあって楽しい縦走でした。戸村牛温泉、東大雪荘に宿泊します。売店で明日の行動食を物色。移動上に商店が皆無なので、必ずここで入手しないといけません。吟味の結果、砂利豆濃厚チーズに決まりました。下り基調の21キロなので多分足りるでしょう。お部屋はこんな感じ。大浴場には源泉を蒸気に浸すチームサウナがあって、有効成分が毛穴から染み込んでくるような気がしました。美味しいお湯あんをいただきつつ、今回の動画は以上となります。次回はここから東へ約170キロ離れた目阿寒岳と阿寒岳に登ります。どうぞご期待ください。今回も最後までご視聴いただき、誠にありがとうございました。